カちゃん、うるさい。さあ今回もですね、こちらのポコちゃんも一緒にやっていきます。 YouTube の撮影でいきますといっても、今回のは短いですよ。フジパンのスナックサンド、大塚食品のボンカレーとコラボしたやつの、中辛と辛口、どんくらい辛いのか、ちょっとスーパーに行ったらですね、あったんで興味本位で買ってみました。なのでこれそんな辛くないでしょう。さあこれで食べてみたいと思います。まずは中辛の方から食べてみましょう。ランチパックじゃないスナックサンド。あー、カレーの匂いしますね。さあではいただきます。うんうん、美味しい。思ってたカレーの味じゃなかった。なんだろう、もうちょっとうまいかなと思ったら苦味がちょっとありますね。こんなもんだっけ、ボンカレーって。うん、あったかかったら美味しいかもね。まあでもあったかかったらこれがこれ自体が美味しくないもんね。ふにゃふにゃってなりそうだし。うん、次じゃあ辛口。匂いだけなら中辛と変わらないかな。じゃあいただきます。うん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 、中辛よりもこう辛さが先に来た。辛さが先に来たから、なんていうのかな、さっきの中辛の時に食べた時のあの苦味、あれはその辛さの方が上回ってからあんまり感じない。でもそんなもう辛くて食べれないってわけじゃないし、冷えてるから食べれるのかもしれない。これあったかかったらやばいかもね。冷えてるから食べれるってやつ？あ、なんか顔が少し汗がちょっとあったかくなってきましたよ。うん。うんうんうん、全然我慢できないとかいうそんなレベルでもなくうまかった。フジパンのこのスナックサンド、山崎パンのランチパックあるじゃないですか、あれのパチモンとずっと思ってたんですけどね、言っちゃ失礼だけど八万とずっと思ってたの。そしたらこっちの方が先にやってたみたいですよ。有名なのはランチパックの方がね有名なんだけど、こっちの方が実は先輩だったって。まあこれを撮る撮影する前にちょっと調べたらそう書いてあったっていうね、さっき入手したばっかりの情報。それでもびっくり。
さということでですね、今回はフジパンのスナックサンドボンカレーとのコラボの中辛と辛口でした。ということで、俺にかかってこい。